準々決勝の神奈川県の頭陽高校、前半は苦しんだんですが終わってみれば5対0、いきませんね。そうですよね、ボールを取られても次から次からですよね、また追いかけていくし、はい、気合してるんじゃないでしょうか ね、 そうですね、さあ左サイドから今度は18番の江ノ下か、さあ10番のエースの本山、エースの本山が行って、さあ寺野フリーになった、シュートはどうだ、最後本山からのラストパスでした。やはり本山君を前に向かしてね、はい、回復させたら怖いですよね、ドリブルさせたら ね、 そうですね。さあ今の場面もう一度ご覧いただきます。本山からのパスを受けて、アイデアはいいですけどね、シュートだが生まれるかもしれません。左にエンドを取りました帝京高校、黄色いユニフォーム今パッと引っ張りました。今高校サッカー日本一へ向けまして前半の40分キックオフされました。左にサイドからのコーナーキックです。蹴るのは10番の本山。前半の3分を経過して両チームとも得点なし0対0。さあ2本目のコーナーキックだ。雪が降りしきります。東京センターバックです。そして13番2年生の山崎、3番の池田、ミッドフィールダーは8番のキャプテン中田、15番の高橋明、この選手がこの雪には強いという評判です。そして7番の高島、よく動きます。2番の藤田、右からの上がりが非常に鋭いものがある。そして9番の金杉と10番の木島が2トップ、フォワードの2人です。これはチャンスになりますか。本山、10番の本山ドリブルだ、左足のシュート打てるか、1人切った、ですね、中盤の位置まで下がってくる必要はないですね。逆に中盤の選手の動くスペースがなくなってしまいますからね、はい、ドリブルでいく、いいプレーですね。なおもドリブル、本山、そして小笠原、本山のボール、惜しい、日本スローインから本山、今度はこちら側です。本山がドリブル、なおもドリブル、切れ込んでいく、ゴールキーパーが抑えました。キーパーはエステベス、本来はディフェンス7番の選手の本山です。日本ボール、しかし日本ボール、源も自分で持って小野、そして本山ゴール前切り返して自分で持っていく、ドリブル突破できない、突破できません。試みとしては本山上がっています。本山はこのドリブル突破が持ち味、突破する、折り返した、シュートのチャンス、高原決めた、日本先制、狙います。次の前このドリブルですよね、はい、前前前前前来た、チャンスだ、ゴール前はキーパー、ここは北が入ってきた、まだセレッソのチャンス、こういうところでファウルは禁物ですが、アウトサイドでボールが与えます。本山、柳沢が行く、いいコース入ってきた、シュート、ちょっとファースが入った、本山近いサイドに、今柳沢入ってきて遠いサイドスルーして平瀬が入ってきた、平瀬がシュート、内田が入っています。いやいいですよ、相手本山シュート、いや榎本を抑えた、榎本チャンスになる、奈良橋が猛スピードで真ん中に入ってくる、本山、奈良橋、奈良橋が、奈良橋のシュートか、オフサイドですね、あ奈良橋出して本山、奈良橋が前にいた、奈良橋のフリーでシュート、どうでしょう、本山、本山です、ああこれチャンス、設定ヘディング、最後はキーパーです、最後はキーパーです、曽我畑、本山いいところだ、これはビッグチャンス、柳沢浮かせた、いやいいパスになった、飛び出した、逃れた、